家、そしてユネスコ平和芸術家、そしてこのコンサートのプロデュースをさせていただきました城之内美沙です。皆さんいかがでしたでしょうか。このコンサートは地域の方にいかに社会貢献をして、皆さんに楽しんでいただけるコンサートにしていくか、そして、地域の文化をめでて、そしてそれをどう後世に残していくかということの、みんなとの共有を、考えて作ったコンサートです。普段クラシックに馴染みのない方も、生徒たち、そして先生方の素晴らしい演奏、そして情熱あふれる歌声、それに感動していただけたのではないかと思っています。このコンサートまだまだ続きます。ぜひ次回も楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。